はい、ご紹介ありがとうございます。無線 LAN 受信強度マップによる位置推定システムと題しまして、発表させていただきます。私の所属しております海洋システム工学部門という、ですね、教室はですね、もともと九州大学の造船学科ですね、がですね、名前を、変えまして、現在のところ、造船技術以外に、海洋開発であったり、海洋の資源探査であったりですね、そういうところの研究を広げていると、でそういう名前がついているということでございます。で、この研究のですね、もともとの、きっかけといいますか、やはりその造船学元造船学科というところでございますので、実はここの卒業生がですね、半分ぐらいは造船所であったりとか、海事関係のですね、お仕事に就かれていると。でよくですね、造船所の中で、困ったことについてですね、もちろんその、船の設計であったりとかですね、工作であったり、溶接であったりですね、いうのが非常に多いんですけど、ありとあらゆる造船所の中で困ったことというのは大学の方に、ですね、相談に来られます。そんな中ですね、造船所というのは、日本の産業の中ではですね、成熟した分野でございまして、先端的技術というわけではございませんけれども、いかんせんその十数年前のですね、1ドル70円とか80円とかいう時代をですね、生き残ってきた、そういう企業でございます。ですので、コストとかですね、削減とかに関してはですね、もう並々ならぬですね、姿勢を持っておられます。そんな中でですね、やはりその日々コスト削減するにはどうしたらいいのかということでですね、造船所様がですね、取り組んでおられます。そんな中ですね、作業改善をしたいというですね、ご相談がございまして、その人であったりとか、あるいはその物ですね、部材であったりとかパーツであったりとかですね、それらがですね、どこにあるのかというのを、管理をしたいというような要請がですね、あります。ところがですね、工場の中と言いますと、大体屋内であると、いうことでございまして、屋外で位置のですね、把握と言いますと、ここにございますの GPS、衛星の電波を受信して、位置の把握というのはですね、現在かなりの精度で、あらゆるところで使われておりますけれども、屋内でなりますと、なかなかそうはいかないと。じゃあですね、屋内で位置の把握するにはどうしたらいいかというとですね、いろいろサービスとかですね、あるいはその、製品がいくつかございます。超音波を使うものであったりですね、もちろんその電波を使うもの、いろいろございます。しかしですね、先ほど申し上げました通り、造船所というのは非常にですね、新しいコスト削減が非常に厳しいですね、圧力がございます。ですのでですね、作っているものの、価値に対してですね、そんなに大きなですね、設備投資ができないと、だけどもその位置の把握をしたい、なんとかなんないだろうかというご相談がですね、寄せられております。そこでですね、工場の中、最近ですね、造船所に限らずですね、あらゆるところに無線 LAN ですね、がですね、設備としてですね、整備されつつあると、こういう状況からですね、この無線 LAN のインフラですね、もう既存のインフラ、無線 LAN のインフラですね、そのまま利用して、ある程度ですね、位置の把握ができないだろうかと、いうですね、ことを、考えております。この無線 LAN を使った位置の推定という技術はですね、既存のものがいくつかございます。またそのサービスも、既存のサービスというのがございます。ですが、それらもですね、やはりその精度をですね、高くするためにかなりのですね、メンテナンスのコストが必要であったりですね、あるいはその専用の設備ですかね、の導入で、やはり設備投資という意味ではですね、造船所様はあんまり好まれないということがございました。
そこでその新しいコストをかけることなく、既存の無線 LAN のインフラそのまま使って、例えばスマホのアプリかなんかをちょっと入れるだけで位置の推定ができする可能性があるのかどうかというのを、まあ、大学の方ですね、データを集めまして、で検討したという結果ですね、まあ、新しい面白い技術がですねできたということでございますので、今回ご紹介したいという運びでございます。まあ、ちょっと説明しましたが、既存のですね、位置の推定ですね、電波を使うものであったりですね、超音波を使うものというですね、ものに関しましては、まあ、業者にですね、いろいろ、あるいは商社にですね、相談を持ちかけると、まあ、専用の機器を用いる方法であったりですね、いうのはございます。で、例えば病院の中なんかでですね、それこそ数センチ単位の精度で位置の検出ができるというようなですね、システムが知られております。ところがですね、まあ、造船所の中でしたらそんな数センチなんて精度は必要もないという、せいぜいですね、数メートル、まあ、5メートルとか10メートルでも十分ですね、工場広い何百メートルかけ何百メートルなのでですね、そこまで精度はいらないということでございます。あくまでもですね、まあ、そこそこの精度でですね、もう導入コストなしが好ましいと、いうことでございます。でこの無線 LAN の電波を利用したですね、位置の推定技術自体はですね、まあ、新アナリシスと呼ばれておりまして、要はですね、この対象とする場所でですね、この無線 LAN の電波をですね、計測をいたしまして、それらをデータベースに突っ込んでですね、で新たにその、位置を観測したい場所の電波をそこのデータベースと参照してですね、一番近いと思われるのを場所として出力するとですね、まあ、純粋なですね、データの、照合技術ですかね、であったりとか、まあ、データベースの代わりにニューラルネットを使うとかですね、まあ、いろんな方法がですね、発表されております。ところがこれら、まあ、ちょっと我々の方で調べてみましたところですね、この位置の推定のですね、このアルゴリズムデータベースに突っ込んでですね、照合するというような技術はですね、あんまりどれも変わらない上にですね、合理性というところに欠ける部分があると、でそのために推定精度が上がらない、などいろんな事情があって、あんまり広く利用されているとは言い難い状況にあるということでございます。そこで我々、ね、技術開発いたしました技術としましては、無線 LAN の電波、まあ、計測して対象とする領域、まあ、計測してそれをデータベースに入れるのは一緒でございますけれども、計測していない場所における電波強度というのをですね、マップをですね、まあ、あらかじめ作ります。これをですね、まあ、ドロネー分割保管というですね、何もないところは線形で保管してまいというですね、方法、まあ、地形図なんかを作るときには普通に使われる方法を使ってですね、マップというのを作ります。これによってだいぶ位置推定精度の改良ができております。またさらにですね、位置を推定したい場所で観測した無線 LAN の受信電波ですね、に関してはですね、このあらかじめ作ったこの無線電波のですね、マップ上で最も電波のですね、まあ、強度といいますか類似度が高くなるような位置ですね、これをサーチして位置を推定するというですね、ことを行います。この際ですね、マップ上の電波強度と実際に受信した場所の電波強度ですね、これが全く同じであれば、もちろんそこが一番可能性としてはですね、高い場所であるということになるんですけども、やはりその無線 LAN の電波というのは非常にその強度でもですね、ノイズが乗ってるといいますか、同じ場所であっても受信できる電波の強さというのは違うということですね、ノイジーであると。で、まあ、その辺のノイズをいかにその、低減していくのかというです、ね、ことでですね、まあ、たくさん いろんな無線 LAN のです、ね、アンテナの電波を利用してそれを重ね合わせると、その際にですね、まあ、特殊なフィルターを使うとですね、格段に推定の精度が上がるというのをですね、まあ、我々研究で見つけまして、
さらにですね、じゃあどういう形のフィルターを使ったらいいのかというのはですね、これやはり対象とする領域であったりとか、あるいはその環境ですね、まあ、電波どんな感じの強さの電波がどんぐらい入るのかですね、によってこのフィルターというのは、まあ、ケースバイケースであると、それをいちいちですね、エンジニアがですね、手動でですね、調節していたら、まあ、とても不便であるということでございます。でそこでですね、我々はですね、これらを自動的にですね、まあ、プログラムで非線形最適化をかけてですね、自動的にこれを最適化するということでですね、全く手間がかからないというですね、推定方法というのを確立いたしましたということでございます。はい、でこれがですね、まあ、実験した中でですね、まあ、精度が求めてたケースのご紹介でございます。これ我々 の九州大学のですね、工学部 の実験じゃなくて、研究棟の建物でございます。長さがおよそ137メートルで、まあ、大体幅が30メートルぐらいのですね、こう大きなところでございますが、まあ、ここと実際は電波の計測ができているのはですね、こう狭い幅が大体2メートルちょっとぐらいの幅の廊下でございます。それがそのはしご状にこの廊下がですね、こう構成されてて、まあ、その廊下沿いにおよそ何メートルかな、10メートル置きぐらいにですね、電波を計測してですね、それで電波強度をマップっていうのを作ってみてですね、それでその未知の点について位置をですね、推定するというのをやってみたと。でこれその建物の6階でございまして、まあ、もちろんこのフロアにですね、廊下の例えばこの辺とかですね、この辺とかにですね、無線 LAN のですね、このアンテナがここ立っております。でこれはその6階以外にも5階にも4階にもですね、またそんな7階8階にもですね、同じようなところにこう無線 LAN がついてるし、それぞれの研究室ですね、この部屋の中にもですね、その運営している研究室がですね、勝手に無線 LAN を設置して、まあ、アンテナがありとあらゆるところにあると、いうことなんでですね、ちょっと BSSID と書いちゃいましたけども、無線 LAN のですね、この基地局のMac アドレスですね、勘定してみますと、1箇所ですね、観測してみるとですね、30種類のですね、電波が入ると。で、これ全部ですね、この中全部でですね、何種類の、ね、無線 LAN のこのアンテナが立っているのか調べてみると273ですね、まあ、この中全部一気だとですね、こんだけの電波が飛んでると。これらは全てをですね、無駄なく使ってですね、位置の推定を してみようという試みでございます。でこの結局ですね、じゃあその、先ほど観測したこの273種類のアンテナですね、そのうち、まあ、非常に電波強度の強いものに関してですね、この電波強度マップというものをここで示しています。ただ実際にはですね、これ、まあ、とあるですね、まあ、ID として番号振ってますね、15番目の ID のですね、電波強度マップはこんな感じになっている。だから多分アンテナはこの辺にあるだろうと。からこれはその67番目の ID のですね、アンテナの強度ですね、やはり廊下、狭い廊下をですね、どうもこの反射してこっちの方まで電波が届いているという感じでございます。でこのようにですね、この273個観測できたら273個分のこういう電波強度マップっていうのを作成いたします。で次にですね、では場所を推定したいですね、ところですね、で電波をですね、こう観測をいたします。まあ、未知の位置ですね、電波をこう観測いたしましたら、じゃあこれがどこの位置にあるのかというのはですね、先ほどの観測したですね、こういうデータですね、先ほどこうポツリポツリとですね、ここにですね、先ほど書いたのがですね、こうバッテンになっている場所があります。これがですね、電波を計測した場所でございます。全部で60箇所だったかな、50何箇所か60箇所ぐらいですね、あります。で、その間ですね、スカスカになっているところは電波、まあ、この辺も観測してますけどね、何も観測してないところについては電波の強度というのはですね、このマップに示されている。これマップどう作るかといいますと、観測してない場所はですね、まあ、それら観測した場所の間をですね、こう線形で補完したぐらいの電波の強度だろうということでマップを作っております。
で、しかるのち、未知の場所で、観測したですね、電波というのは、このマップ上でこれと同じになるところ、これが最もですね、候補としてですね、場所の候補としてですね、可能性が高いところであるというですね、ことでございます。まあ、そうするとですね、同じですね、このマップ上でもですね、おおよそですね、もう円形ですね、円形に近い場所が候補としてこう出てくると。で、それをですね、それがその一つのマップごとに円が1個だと、それはマップがたくさんになるとですね、円がたくさん重なってですね、その線がたくさん重なったところがおそらく推定結果としてこう出てくるというですね、ことでございます。ところがですね、先ほどの話で言いますと、結局その受信できる電波っていうのはですね、例えばある時間こう受信できたとしてもですね、やっぱこうノイズが乗ってると。ですからぴったりのところが必ずしもものこう突出してですね、その場所であるということは言いにくい。ということで、まあ、ノイズの影響を考えますとですね、この差ですね、元の電波強度とですね、からそのマップ上の電波強度の差がですね、ゼロのところ、まあ、ここが一番その、まあ、最も類似していると考えるのがですね、妥当ではあるんだけど、まあ、多少右とか左、まあ、強すぎたり弱すぎたりしても候補としてはですね、やはりその非常に可能性が高いということで、まあ、大体こうとんがったような形状にすると。で、あまりにも受信電波強度がですね、外れている場合はですね、まあ、類似度がまあゼロになるとですね、ような形でですね、直接ですね、これからこの場所のあたりを特定するんじゃなくて、一旦受信した電波強度とマップとの間の差を取って、でその差の大きさからまた新たに類似度マップというのを作るとですね、こういうその推定に関して新しい技術をですね、まあ、提案いたしまして、それで、まあ、そうしますと、まあ、普通はですね、差がゼロのところは最も類似度が高いと、そうでないところはですね、まあ、こう類似がだんだん低くなってゼロになるという形、当初これでその研究を行ってたんですけども、まあ、偶然ですね、まあ、うちのそのゼミの学生にですね、推定精度が一番高くなるようなこの形をですね、まあ、いろいろ探せというふうなことをやったらですね、ある日ゼミでですね、まあ、なんか頭を抱えておりまして、どうしたんだと言ったらですね、いろいろやってみたらですね、類似度がですね、差が大きくなればなるほど下がるのはいいんだけれども、あるところからこうマイナスにした方がですね、格段にその推定精度が上がるんですと言い出したんですね。でもなんかバグかもしれないし、なんでこんなのなんでなのかわからんとですね、学生は本当に頭を抱えて、おりまして、ところがですね、よく考えてみますと、このいう形状というのはですね、実はの画像処理におけるエッジフィルターというものに非常によく似ているというですね、ことがございます。で、例えばその CT スキャンで、CT スキャンターのいろんな断面の画像をですね、多数重ね合わせてですね、まあ、断面を取るためにある方向からの画像をこう取って、それあらゆる方向からの画像を重ね合わせて断面の画像を作ると、その際にですね、ある方向から撮った画像に対してエッジフィルターをかけると、でそれを多数重ね合わせるとくっきりした画像が出るという技術がございまして、これもですね、この無線 LAN のアンテナごとにですね、マップを作、まあ、類似度のマップを作って、それを重ね合わせるという意味では非常によく似ていることがございます。ですからこういうエッジフィルターというのがおそらく、何らかの精度のですね、向上に、まあ、貢献しているんじゃないかということでございます。で、まあ、本ですね、技術ではですね、これがこの形もですね、まさにその対象とする領域の性質ごとにですね、形が違うということで、これをですね、自動で、まあ、非線形最適化で自動的に調節するということをやっております。さらにですね、これですね、観測した無線の電波の強度が 強いものというのは、やはりその推定する上ではですね、やはり大きなインパクトを持ってですね、大きな重みでもって、この位置でだろうというですね、まあ、重み付けをしなければならないし、あまりにも弱い電波に関してはですね、いくら類似度がぴったりだと言ってもですね、弱い電波に関しては、まあ、あんまり信頼性が置けないだろうと。
じゃあ強い電波と弱い電波ですね、実はそのデシベルですね、ログでやってますのでですね、20デシベル使えば違えばですね、それこそ100倍とですね、こう電波強度で違いが出てくると、そんなですね、ことからですね、じゃあこの受信電波ごとにどれぐらい の, その重みでもってですね、こう調節したらいいのか、これもやはりケースバイケースである、こんなの人間がいちいちやってられない、まあこれらもですね、そういうその電波強度に対する重みの大きさというものもですね、非線形最適でこれ自動的に見つけるということができております。で、結局じゃあこれでどの程度いくのかと、先ほどのですね、研究等の中ではですね、まあ一例でございますけど、誤差としてはこの辺は 1.2 メートルぐらい、こちらは60センチぐらいでできていると。で、まあありとあらゆるところですね、この内側にあるですねところ1個データを取り除いてですね、それ以外のところから取り除いたところ場所がですね、正しく推定できるかどうか全て試してみると、平均すると 2.5 メートル弱ぐらいでですね、推定ができたということでございます。でも実際これをですね、造船所のですね、まあブロックの建造ラインというところに持っていってですね、まあこれらの点ですね、何点だっけ、50点ぐらいあったかな、28ですね、28点観測をしてですね、これは、長さが248メートル、幅43メートルの6間をですね、こう電波を計測をしてですね、そうすると造船所の中でもですね、アンテナの数としてですね、まあ、1箇所計測すると大体20個ぐらい、電波が入ると。で、この全部、造船所の中全部ですね、29種類の電波が入っていると。で、ここで先ほどのですね、あのフィルターの形状を最適化するとこんな形が出てくると。でこれで1の、でこれとある BS、アンテナですね、電波強度がこんなになってたりこんなになってたり、まあ、先ほどの建物に比べると非常にその、強度の差が弱い、ね、まあ、こんなマップを使って1の推定をしてやるとですね、まあ、これうまくいったケース、そこそこうまくいったケースですけど、これだと、まあ、うまくいったケースだとこれ 1.3 メートルぐらい、こちらだと7メートルぐらいですね。で全てですね、について調べてみると、まあ12メートルぐらいというですね、ということでですね、まあ、計測したので、このデータを取った間隔が27メートルぐらいなのに対してですね、まあ、位置の推定精度が12メートルぐらいで出てきているということでございます。まあ、これやはりその先ほどの研究棟の中に比べるとですね、推定精度が低いですね。で、一つにはですね、まあ補足できる電波の種類が、まあ、格段に少ない、3分の1ぐらいであると、いうのが一つで、もう一つはですね、この領域ですね、工場非常に広いですね、ホールみたいな建屋になっておりまして、アンテナがですね、建物のこの端っこの 柱のあたりにしかないと、だからこの対象とする領域のど真ん中にアンテナがあるみたいな、あの研究棟のなんかだと廊下のど真ん中ですかね、こう橋渡しになっている廊下のど真ん中にこうアンテナがたくさん立っているんですけども、これは領域のですね端っこにしかアンテナが立ってないというですね、ところで、まあその辺がその精度の低下、推定精度の低下にですね、結びついているのらしいということでございます。ということでこの技術はですね、もともと造船所の中でやろうとしてたことでございまして、まあリアルタイムですね、この位置の推定というのをサーバーに、ね、計算を任せると、あとはその端末持ってる端末からですね、受信したデータを、ね、あの端末からサーバーに送ってですね、今どこにいるのかというのをサーバーがで全て把握して、リアルタイムにお互いにどこにいるのか把握するようなシステムを構築したり、あるいはその、まあ、それらですね、モバイル機器だけを持っていて電波強度をですね、ずっとその、ログを取っておくことにですね、そのモバイル機器を持っている人がどこを移動したのかの時系列データをですね、得ることができると、またですね、これ実際造船所の中でやろうとしているのはですね、造船所のこの建屋の中にですね、置き場があって、どこの置き場に何を置いたのかっていうのを、例えばそのバーコードかなんかでやってたりすると、まあ、非常に大変だと。いうことで、モバイル機器でですね、置いた場所をボタンを押すだけでですね、その場所をですね、位置をこう記録していくなんていうですね、物品のですね、パーツの管理なんかに使えないだろうかというような検討を行っております。
で現在ですね、まあ、研究用でございますのでですね、1の推定する、アルゴリズムは革新でございます。これもほとんど完成しておりますが、モバイル機器がですね、今のところはその LinuxOS 上の Python 言語でですね、データ取得専用のですね、機器を使っております。まあ、この辺ですね、実用化に向けてはですね、ネットワークのアプリを使うですね、企業と共同研究をしてですね、こうなんとか実用化していきたいなというふうに考えております。またこれらですね、造船所以外にもですね、ワークサンプリングであったりとかですね、先ほどの、管理であったりですね、興味のある企業様とですね、連携をしてですね、まあ、電波の計測とかさせていただきたいなというふうに考えております。本技術の知的財産権としてはこのようなものになっております。私は造船所以外にですね、設備工事会社と共同研究等をやっております。本件に関してお問い合わせ先はこのようになっております。以上です。ありがとうございました。